西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も毎日のコミュニケーションのヒントにしていただけるお話ご紹介してまいります。どうぞ最後までお付き合いください。さて今日は心理学者河合駿さんの言葉をご紹介させていただきます。皆さん河合駿さんってご存知でしょうか。臨床心理学者ですね。ユング心理学を日本に持ち込んだ人として有名だと思います。あとは文化庁長官を務められたということで、記憶にある方もいらっしゃるかもしれません。村上春樹さんとの対談の本とかを出されたり、そのいろんなジャンルの方とねコラボして本を出されてますよね。そんな河合さんの本は本当にこうもうここ20年以上ずっとずっと読ませて学ばせていただいています。そんな河合駿さんは2007年にお亡くなりになっているんですが、別冊太陽という雑誌でね、魂に向き合う河合駿という特集が組まれていまして、今ちょうどねその雑誌を読んでいるところなんですね。表紙にはこんな風に書いてあります。人の心のわからなさを見つめ、日本人が生きていくありようを独自の視点で考え続けた臨床心理学者。河合さんは神話とか昔話に日本人の心の深層が現れているんじゃないかということで、研究されたり、また夢の研究も結構されていた方ですね。最初の10ページぐらいにはですね、この別冊太陽、河合さんのいろんな言葉が紹介されています。例えばつなぐ人というところでは、心理療法で最も大切なことは何だと思いますか。2人の人間が共にそこにいることであります。このいるに鍵括弧がついてるんですね。2人の人間が共にそこにいる、それが心理療法で最も大切なんだと。でその2人の間は治す人、治される人として区別されるべきではありません。2人でそこにいる間に、一般に治ると言われている現象が副次的に生じることが多いというべきなのでしょう。ねえ、皆さんどう思われますか。この言葉、こう心理療法士が治す人としてそこにいて、患者さんが治される人、ねえ、そうやって区別するべきじゃないんだ、2人でそこに共にいると結果として治ると言われている現象が生じることが多いっていうふうにおっしゃってるんですね。これは私コミュニケーションにおいても同じだなという気がします。コミュニケーションにおいて大切なことは、2人の人間が共にそこにいるっていうこと。このいるに鍵括弧がついてるっていうことはどういうことかっていうと、今ここに本当にいるってことです。体がただそこにいるだけじゃなくて、で体がそこにあったとしても、こう心はどこかに行っちゃってるっていうことってありますよね。気もそぞろなんて言葉もありますが、そうじゃなくて自分の全てでそこにいるっていうこと。でその二人の間は話す人と聞く人として区別されることがない。二人でそこにいるっていう間に、二人の間につながるとか分かり合うとか、あるいは癒しといった現象も結果として起こることがある。コミュニケーションとは何かって言われたら、言葉のもともとの意味というものを調べていくと、共に分かち合うっていうことなんですけれども、じゃあ何を分かち合うのか。一般的にはね、コミュニケーションっていうと喋るっていうことですから、喋って言葉というものを使い、情報とか意見を分かち合うことだというふうに捉えられるかもしれませんが、私はその何を分かち合うのかといった時に、場を分かち合うんじゃないかという感覚があります。
その場ですね、2人がそこにいる場というものを分かち合うとき、まあ、言い方を変えるならスペースですね、それはその物理的な空間はもちろんなんですけれども、それ以上にそのこの心理学ということでもあるので、あえて言うならば意識というスペースですね。こうそれを分かち合う時に、それが本当のコミュニケーションになるんじゃないかっていうふうに思っています。ですからこの河合さんの言葉、これユング心理学と仏教っていう本の中にねある言葉なんですけれども、心理療法だけじゃないなって思いました。コミュニケーションにおいて、人と話すときに本当にですね、2人の人がそこにいるかっていうこと、これが本当にとてもとても大切なことだと感じています。はい。これは職場であれ、家族であれ、親子であれ、恋人同士であれ、夫婦であれ、お互いがそこにいるということ。はい。このいるということは、言葉を尽くして説明したとしてもですね、これはもう、体験するしかないことだし、皆さんもなんとなくわかるんじゃないかなと思うんですよね。2人がそこにいるっていうこと。はい。よかったら今日のコミュニケーションにおいて、誰かと話すとき、ねえおはようって声をかけるときに、そこにいるっていうこと、誰かの報告を聞くときに、そこに自分がまずはいるということ、いるということを今日ちょっと心がけてみると、意識してみると、さてどんなことが起こるでしょうか。魂に向き合う可愛い早尾別冊太陽、リンクを貼っておきますね。千戸亜希子のコミュニケーションアカデミー、この放送はポッドキャスト、YouTube、そして音声プラットフォームボイシーでお届けしています。今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸亜希子でした。